このメイクをしている時のね、ちょっとね、会話の中でね、皆さんにもちょっとお伝えしとかなあかんことがあります。お客様とのね、コミュニケーションを取らないとね、ちょっとズレが生じる時があるんですよ。これ何かというと、お客様というのはまずね、自分がどういう顔になっていくかということをまず分からないんですよね。もちろん自分が普段メイクしてるから、他人にやってもらった時どんな風な、着地点でメイクが表現されるかっていうのがまず分かりませんよね。だから僕はいつも声掛けしてるんですけど、ベースメイクしたりした後に眉描いていきますよね。そうすると眉描いてる時っていうのは眉だけを見てるんで、お客様はその眉がすごくフォーカスされるんで、濃く感じたりで太く感じたり長く感じたりする場合があります。でこれはですね、ちゃんと僕いつも説明しながらこれやるんですよ。でこれ説明せずにしてやってしまうと、お客様はこのメイクアーティスト大丈夫やろかっていう不安になったりすることもあります。これどういうことかというと、眉もそうなんですけど、僕らは全部仕上げないんですね。6割7割ぐらいで次の作業に入ったりします。一般の方は違うと思いますよ。眉やったら眉を完璧に全部仕上げてからアイメイクするとかってやると思うんですね。だけどメイクっていうのは全体のバランスをとって着地点があるので、眉は短めで、昨日は和装なのでちょっと太めに描きますよって言いながら、太めに描きますねって言いながら一応こうパウダーで描いていきます。でその太めに描いていって途中でアイメイクとかやっていくじゃないですか。で太めに描きますねって言ってチークとかやっててるうちに、いやほんまにこれちょっともうちょっと細くできないかなってこういうお客様が言われる時あるんですよ。わかりますかね。太めって言ってるのにかかわらず、僕はその太めでいかなあかんって思ってるんですよ。和装なんでね。そうするとお客様はあまりそういう知識のない人だったら、ちょっと私いつも細く書いてるんで細くの方がいいと思うんですけどっていうようなちょっと意見的に言われる時あるんですよ。わかります。じゃあそれはそれでしますけども、とりあえずアイメイクしてアイメイクの幅が広がってきたりすると眉が細く見えていきますんで、ちょっと見といてくださいみたいな感じで言うんですね。これね、実際そうなんですけど、太めに見える時っていうのは眉が短めになってる時太めに見えやすいんですよ。わかりますか。短めになってる時に太めに見えやすい。でその僕は最後にアイメイクした時に、アイメイクとノーズシャドウがきちっとこう立体的にするために最後にまた調整するんですよ。何を調整するかっていう、眉頭あたりをどれぐらい入れるかなっていうのをまた中に入れたりするんですね。そうすると最初太く見えていた眉が長めになることによってバランス的に細く見えるんです。これ目の錯覚なんですけど、わかります。同じなんですよ、太さ。もともと描いてる太さは一緒なんだけど、ちょっと長くするだけで眉が細く見えるんですよ。これ不思議な現象ですよ。だからアイメイクも、もともとこういう目があって、それを広げていって、切れ長のアイラインとか引いていきますよね。切れ長のアイラインを引いていくと、眉がそれと連動していくので、眉を最初短めに一応止めてるやつをちょっと長めに描いていくと、切れ長が切れ長との連動で眉が細く見えていくという。わかりますかね。これ実際ね、そのお客様もね、拍手するんですよ。本当だみたいな感じ。もうそれぐらい、もう誰が見てもすごくそう見えるんですよ。最初全く同じ太さで描いてる眉なのに、太めに感じるんですけど、みたいなことを言われる。わかりますよ。でも、まあ見ててくださいって言って、ぷっとこう、1ミリ、2ミリをシュッシュッとこう、眉頭入れたり、ちょっと眉尻をちょっとシャープに描き添えたりするだけで、めちゃくちゃ、バランスが取れるんですね。でもそのお客さんもさすがですねって、もう感心してですね、やっぱり最後までこう、最後のメイクのバランスを取るところまで最終的に仕上がりを見てもらう方がいいでいうことをまず一つ言えるんですね。それと最終的にレフ板を置くんです。最後にメイク仕上がった時にパッとレフ板を置いて、それから、こういう影になってるところを一旦チェックするんですね。ムラがあるかなとかね。だからレフ板を置いて、その時にパッと光が入った時の 色のバランスとか色の濃淡ですね、こういうのも最終的にチェックするっていうのはすごく大事で、これは僕がメイクの仕事をしている側からの注意点っていうふうに思うか分かりませんが、皆さんも同じことを言えるんです。自分でね、ぜひやるときもチェックしてください。そのレフ板のチェック、レフ板がなかったら白い紙でもいいんで、ちょっと下こう引くだけ、そんなんでも十分効果がありますんで、全体のバランスを取る、チェックをする、分析をする、そういう時間をぜひ取ってみてください。メイクの順番って一応セオリーある程度あるんですけども、これもね
正しい間違いが合ってないようなもんで、自分の好きなようにやったらいいんですが、基本的にはベースメイクした後に、大体まあ僕らは眉というね、眉の形方向性をまあライン取りというんですけど、どういう方向に持っていくかによって次のアイメイクとかチークとかのそのまあクールでいくかキュートでいくかエレガントでいくかっていう、そういうイメージのまあ大まかなイメージを作るために眉からいくんですけども、ここがねポイントです。もしお客様、例えば自分の顔でもそうです、今日はちょっと元気ないなとか、ちょっと今日はなんかくすんでるなとか、まあいろいろとその時によって違うと思うんですが、ベースメイクした時になんか乗らんなっていう時はチークから入ってみてください。はい、ベースメイクした後にちょっと血色のいいチークをパッパッパッとこう散りばめてあげて、なんならもうリップも塗ってしまう、色でまず華やかさを演出する、そこでちょっとこうすごくちょっと華やかになったなっていう自分の気持ちが変わった時にラインを今度やっていく、眉とかアイラインとか、まあ、そういうのにやっていく、わかりますかね。何でもかんでも順番としてベースメイクの後にこの眉とかアイメイクとかっていう、ね、順番が一応あるんだけど、まあ、それはね僕はなんでこんな風に言うかというと、老健施設回ってる時にね、もうやっぱり70、80ぐらいのねご年配の方のメイクする時に眉するとかっていうところって結構時間かかったりするじゃないですか。だからね一瞬でね血色を上げるっていうのはねやっぱりお客様喜ぶんですよ。で自分の顔もね元気になったっていうのを分かるので、最初にね僕はもうチークから入ったりするんですよ。そういう時はお客様のお顔を見た時に、まあ、70、80の方でちょっとくすみが多いな、元気ないな、影が多いなっていう時はそれこそほんまチークからまず塗ってパッパッパッと塗って、で血色上げて、でそこで眉を描いたりとか、ポイントポイントでその方にをその方の、まあ、ここをすればいいっていうところをポイントで順番を変えたりするわけですね。だから何かをする順番っていうのを必ず超えないとダメってことを、まあ、お伝えをしておきますね。はい、ありがとうございます。ということで、増美さんが眉毛は確かに他を仕上げたら物足りなく見えたり太さを出すことになったりします。全てはバラ、そうなんですよね。最初これでいいと思ってるわけですよね。皆さんも最初これぐらいやなって言って眉で終わりますよね。だけどアイメイクしたりリップに色がついてくるとやっぱりこう眉の濃さもね変わってくるんですよ。見た目最初眉だけやってる時はすごく濃く見えても、まあ、アイメイクとかリップとかチーク入るともうそれだけで眉が薄く感じてくる、まあ、そういうこともありますんでね。はい、ぜひぜひ、そういうここに書かれてるように他を仕上げたら物足りなくなるということを分かってもらえると思います。まあ、いいと思いますよ。だから大体7割8割ぐらいで眉を一旦ちょっと完璧にしなくて他全体にこうバランスをとってやっていきながらする、はい、でチークも最初にちょっと軽く血色をのせてもメイクが最後に終わって10分後ぐらいになるとちょっとまたチークがね沈んだりしてちょっとこうあれさっきつけた色よりこう薄なったなっていうふうに思うと思います。チークは特にねすぐにこう沈んでいきますんで、だから最後にまた最初にチークやってるけど最後にもまた足していくみたいなね、こういうバランスを取っていくっていうのが非常に大事になります。メイクはね本当にねメイクは本当に美しいメイクするがない、これバランスって大事ですよ。はい、バランスとね、それからライン取りね、で色選び、それからグラデーションね、で今言った全体のバランス取る、この5つのポイントを覚えておいてください。もう一回言っておきますね。ライン取り、綺麗にラインを取るというねライン取りが1つ、それから色をどんな色で選ぶかというところ、この色がブルーベースとかイエローベースがごちゃごちゃに混ざってしまった色にならないことね、まあある程度調整をする、それからグラデーションをするね、グラデーションで、見てはこのバランスというね、これを非常に大事にしてみてください。そうで最後に質感ね、質感どういうベースメイクでするかという質感も大事です。はい、ということでございまして、30分ほど経ちましたのでそろそろ終わろうと思います。最近なんとなくチークからいいじゃないですか、さすがね、このそうなんです、そうなんです、はい、ひろみさんそうなんですよ、血色上がるんですよ。はい、だから最初にベースメイクするときにチークも一緒にやってしまうというのもいいかわかりませんよね。そうするとなんか自分のテンションも上がってくるし顔が明るくなる、血色上がるとなんかまたメイクやる気になったりとか、あ、まだまだいける、私まだまだ美しいみたいなね、そんな気になったりすると思うんですね。血色ってすごく大事で、健康的なやっぱり、まずベースを作るっていうのが、まあ、僕らの本当に
役目でいつも思ってます、はい、いいね、いいこと言うね。チークに入れた後、チーク入れた後自分で可愛いというようにしてもいいですね。いや本当これ正美さんグーですよ、グー、うん、これね自分で可愛いってね言ったらいいんですよ。本当に可愛いとかね、美しい、ビューティフルとかね、あのこれもう本当にあの心の中で言うのもそうだし、もうこういうんだし、あ可愛いとかね、もう言ったらいいと思います。はい、はい、ぜひぜひ、それからこれ自分にもそうですけどね、相手にも言ってあげたらいいと思いますよ。あのよくあの女性は共感する動物っていう、共感が、まあ、女性だけではないんだけど、女性は特に共感することによってストレスが軽減されるっていうね、日野家内がね、あのこの間からずっとそういうことで話したりするとね、あのよく、まあ、うちのその、あの何、美容室でずっと喋ってるのよく聞いてるとね、めちゃくちゃ喋るんですよ。もう喋りっぱなし、ずっと会話してるんですね。だからお客様もその共感してほしいわけですね。そのいろんなその自分の、夫婦でこんなけんかがあったとか、嫁姑でこんなあったとかね、そういうお話をあの愚痴ではないけど、まあまあちょこう聞いてもらうだけですごく共感、そうよねそうよねになります。だから同じように今言ったその共感が欲しいので、あの正美さんが自分で可愛いって言ったことを、可愛い、ほんま可愛いねってこう周りから言われる、これもすごく共感になるんで、まあ旦那さんがですね、彼氏さんがね、可愛いとかね、まあ、言ってくるのが一番いいですよね。だからあのメイクしてる時にね、いいやんいいやんとかね、こういうね、あの周りをこうどん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 盛り上げていくね、こういう言葉、共感する言葉、これをちょっと意識してね、簡単なことなんですけど、なかなかそれをね、あの意識しないとパッとこう 出ませんが、特に男性はね、うん、男性はその言葉にするの苦手な人多いんでね、まあ、そういうのも意識してもらえたらと思います。っていうかこれ男性見てないから、あの男性にそれをあのもっと言ってよって言うわけです。もっと可愛い可愛いって言ってよとかね、まあ、それはもうねご自身から言ったらいいんで、あの言ってください、はい、本当にいいと思います。可愛いと言いながらメイクするとすごくうまく、そうなんです